Minoru Mochizuki Sensei was born in Shizuoka City in 1907. During his youth, he studied various traditional Japanese martial arts and particularly devoted himself to the study of judo. He was a favorite of the originator of judo, Jigoro Kano Sensei. In 1930, at the request of Kano Sensei, he began to study with O Sensei, who at that time was teaching in Mejiro in Tokyo. He continued his studies of judo, aikido, kobudo, and karate, and is presently the head of the Yoseikan Dojo in Shizuoka. He was awarded a 10th dan by the International Budo Federation. This is a rare film taken about 1952 in France.
生館では基本技や指定技を繰り返し稽古し、受け身、手ほどき、体さばきを重点的に練習する。また相手の攻撃にいかに対するかを学び、相手の攻撃に対処する五の線、さらに自分の攻撃に対し相手の反撃を読み取る千の線を学ぶ。稽古では実戦で狼狽せぬよう必ず型と自由乱取りの練習が並行してなされている。それは型と乱取りの効果的融合により本来の武術性を損なわず体育的効能を高めるという加納師範の教えを継承するものである。この第2巻では一つ一つ技法をいかにして活用するかを解説し、その実践的な練習システムを紹介するものである。右手で突き手の手首をつかみ、左手は肘を押さえつつ前方に踏み出し押し伏せる。ロフセは船のローコン形から生まれた技で、技をかけるまでの崩し、作り、掛けの習得法を理解するのに最も適していることから、養成館は初級の技として繰り返し稽古している。右手で突き手をつかみ、右に旋回し、左脇下に挟み、肘関節を決める。肩、肘、手首、指などの関節を決める技を総称して手技とし、特に養成館では打ち、突き、つかみ、組みつき、蹴り、獲物などの想定される攻撃に対し対応できるよう研究されている。左脇下に突き手を挟み、左手で手首をつかむ。右手で突き手をつかみ、左足を大きく開きながら旋回し、小手を返し決め飛ばす。相手と行き違う形となり、右手で相手の手首をつかみ、頭から相手の脇下をくぐり抜け旋回し、両手の力で内側にねじり、手首、肘関節を決める。下から突き手の手のひらが上に向くように左腕で抱き上げ、左肩にかけ肘関節を決め、左足を一歩進めながら投げる。天秤投げを腕を曲げ、逃げに出たところを旋回し、相手と相対する型となり、手首を決めて真下に引き落とす。四方投げに対し、再度肘関節を伸ばし、逃げに出たところを右肩に担ぎ、手のひらを上に向け、肘関節を決め、背負い投げに入る。
手首をつかまれた時は相手の小指が上を向く形に握り返し、左手を添え小指を決め落とす。襟をつかまれた時は自分の襟を下からつかみ手首を返し決める。右手で突き手首をつかみ、左手を深く突き手脇下に差し入れて巻きながら胸に抱き、右手を添えて右肩にねじ伏せる。左入り身に入り、右手で突き手をつかみ、左手を上から回して自分の右手首をつかみ、右足を軸に左足旋回し、肘関節を決め左下にねじ伏せる。突き手を制し、入り身に入り、相手と向かい合う形となる。左手は相手の腰に当て、右手を顎下に入れ、肘を上げながら後ろに倒す。手技は逆関節を決めるのに対し、体技は直接体に力を与え、倒す技と言える。特に体技を稽古することによって、相手との間合い、体さばきが習得できる。流しながら相手の突き手を制し、左手を首に回して左顎にかけ、右手を添えて左に旋回し、後方に投げ落とす。上段からの攻撃に対し効果的な技である。振りかざした打ち手の脇下に右手を突き上げながら打ち入り身に入り、同時に左手で内股を上げながら右前方に倒す。突き手を外流しで受け、右手で袖口をつかみ、左手で突き手を上から押さえながら相手の突く力を利用して引き落とす。突き手を打ち流しで受け、左脇に挟み、右手刀で左耳を突き刺すようにしながら左旋回し、膝をついて引き落とす。突き手を右に制し、入り身旋回、相手の後ろに回り込み、両手で肩口をつかみ、後方に倒す。突き手を右に制し、入り身旋回、相手の後ろに回り込み、髪をつかみ後方に倒す。手を左に払いながら内入りに旋回し、膝をつき、右肩を膝上横に当て、両手を外くるぶしに当て借りながら押し倒す。入り身で入り、右手を出足の後方から回し、足首をつかみ体当たりしながら足首を上げ、左腕に足の甲を抱え、右足を後方に旋回しながら
ねじりつけて倒す。足取り技は体技に属するが、下半身を攻撃する技である。体が大きなものが有利な体技に対し、足取り技は小柄なものでも大柄なものを倒すのに有効な技である。突き手を左に払いながら内入り身旋回し、袖口をつかみ、左手は外黒節に当て、相手の両足の間に右足を一歩進めながら後方に倒す。突き手の袖をつかみながら入り身旋回し、左足を相手の股間に深く入れ、右膝をつきながら右手で袖を引き落とす。突き手を左脇下に挟み、右手は相手の耳下あたりを平手で張るように押し上げながら、左側方に捨て身となる。左脇に突き手を挟み、中袖をつかみ、右手は相手の左脇下を押さえながら、左足側方に捨て身となる。左手を突き手の脇下に差し入れ、自分の前襟をつかみ、右手で後頭部を押さえ、前かがみにさせ、右手は帯をつかみ、左足を軸に右に大きく捨て身となる。左足入り身で突き手を左脇下に挟み、左手を相手の右膝に当てながら、頭を突き手脇下からくぐり抜け、左後ろに捨て身となる。右手で突き手の袖をつかみ強く引きつけ、左手を突き手の上から差し入れて、相手の膝裏に当て、頭で相手の胸を押しながら後方に捨て身となる。左手で突き手をつかみ、相手と平行の位置に入り、左足を下腹部へ、右手を両膝後ろに水平に伸ばし、体を強く左にねじり、後方に捨て身となる。突き手を右に払いながら右手でつかみ、左手を突き手の脇下から差し入れ、前襟をつかみ、これをてこに右手を相手の右後方に押しながら、肩、肘関節を効かせて、左後方に捨て身となる。内入り身で入り、突き手首を両手でつかみ、その脇下を前からくぐり、左足を相手の右足の外側に踏み入れ、左後方に捨て身となる。外入り身で入り、突き手首を両手でつかみ、その脇下を後ろからくぐり、右足を相手の前に踏み出しながら、右後方に捨て身となる。手を左脇下に挟み、右手は相手の後ろ襟を逆手に持ち、下に引き下げつつ、右足甲で大腿部を跳ね上げ捨て身となる。手を右に外し、相手と平行に入り、右袖をつかみ、左手で相手の背中をつかみ、左足内股を跳ね上げながら後方に捨て身となる。左手を相手の後頭部に回し、前襟をつかみ、頭を下げさせ、重心を前方に移動し、右手で相手の下腹部を押し上げながら左後方に捨て身となる。突き手を右に払いながら、右後方をすり抜け、頭を下げさせ、重心を前方に移動し、左手で相手の下腹部を押し上げながら、右後方に捨て身となる。左入り身で入り、突き手首をつかみ差し上げ、その脇下に入り込み、左手で相手の左腰を抱き、左足後方に捨て身となる。右手を突き手の肩上から後頭部へ回し、首を逆さ抱きにし、後方に捨て身となる。
捨て身技は心身の力を最も有効に使用するという合理主義が柔道の目的の一つであるとするのに対し、体力を最小限に用い体重を遠心力に変えて行う最高度の技といえる。肘砕きに対し相手が肘を曲げて出たところを左足を相手の左膝裏に当て左足後方にねじり落とす肘砕きからの変化技である。右手を突き手下から差し入れ右襟をつかみ、左手を相手の左肩から回してその襟をつかみ、ついで右手を相手の後頭部に深く差し入れ首締めをしながら左足後方に捨て身となる。突き手の上から右手で相手の左襟をつかみ、相手の後方をすり抜け左手を相手の左手下から後頭部に深く差し入れ首締めをしながら右後方に捨て身となる。右手は袖口をつかみ、左手はその上から相手の右肩に巻きつけ右足を軸に左後方に捨て身となる。突き手を右に払い右後方に回り込み、相手の背中から抱き上げ右足を相手の両足の中間に入れ後方に捨て身となる。突き手を右脇に挟み、左手は相手の後ろに回し前襟をつかみ大きく左に旋回し捨て身となる。左入り身で突き手の手首をつかみ、その肘を左手で抱くようにかけ右足を相手の両足の間に踏み出し左に旋回し捨て身となる。地後体から相手が前傾姿勢となった時、左足を相手の両足の間に踏み入れ右足で下腹部を押し上げ後方に捨て身となる。右手を相手の突き手下から差し入れ首に回し、同時に自分の横面で突き手肘を相手の顔面に押し付け絞りながら左後方に捨て身となる。内入り身に入り左手で突き手手首をつかみ、右手を上から回して自分の左手首をつかみ相手の下腹部または背中に押し入り、肘関節または肩関節を決めながら右後方に捨て身となる。生館では型や基本技、指定技を実際に生きた技として身につけるために、複数の敵の連続した自由な攻撃に対して対処する自由乱取り稽古で応用技を練習する。加納師範が目指した柔道も本来は当て身のあることを前提とし、それをかわしつつ相手に接近し投げ技、関節技、締め技で仕留める技術であった。加納師範はまたその著書柔道家としての私の生涯の中で、柔道は突くばかりではなく投げもする、また逆も取るから、ボクシングのように常に離れていなければならんのではない、あるいは接近して着物をつかみ手を捕らえまた首を捕らえる、この場合においても相手がついてきたり蹴ってきた時に応じうる身構えをして接近せねばならぬと述べている。さらに別の箇所では、いつ相手が蹴ってきてもついてきても体をかわすこともでき、身体が自由かつ軽快敏速に動くということでなくてはならぬ、行動間では乱取りする際
襟をつかみ稽古するが、これは初心者を導くに必要なのであって、必ずしも最後まで持ち得るべき形というのではないとも述べている。ここで紹介している養成館の乱取り稽古法の一部は、臨機応変な体の反応を練習するために、他の武術では型のみにしか存在しないほどの実践技を駆使できる稽古法である。技の展開の中で効果的な技をかけるために、一瞬の判断のひらめきが必要になる。このひらめきが気というもので、その気と気のぶつかり合いが合気である。上達とはこの気の充実度の度合いで表される。上達した上級者同士ではなかなか技がかからない。そこでより効果的な技が必要になる。この効果技が捨て身技である。捨て身技は平面的な動き、丸、三角、四角から立体的な球の動きに変化することがポイントである。しかし捨て身技であっても絶対ではなく、身を捨てるという非常に危険な技であることを忘れてはならない。捨て身技で倒した後やもつれた時には寝技に移り、素早く関節決めや締め技に入るが、これとて完全ではなく、決め締めが弱ければ急所攻撃や目つぶし攻撃を受けてしまうのである。乱取りを見てわかるように、もつれることが多々ある。特に有段者の稽古では短時間で決められるものばかりではない。また稽古においては、なぜなのか、どうすればよいのかといった疑問を常に持つことが、技を進歩させる上で最も大切なことである。養成館では技には限りがないということを常によく心して、日々技の探求が続けられているのである。今年は養成館始まって60年という節目を迎えたわけであります。私は小学校へ上がる前の年から柔道を始めて、以来柔道
剣道、まあ、専門家になってから、講道館で修行中、加納治五郎先生から、特別な弟子としてこの古武道の研究をやんなさいと言われて古武道研究に入り、それから加納先生のそばに、常に、おったので先生の非常に貴重な話をたくさんこの耳で聞いております。その後、加納先生からいろいろな武術がだいぶ分かったようだから、今度は上島道場に行って合気柔術を研究してきなさいというわけで、武田次郎という人と二人が上島道場に入門をしたわけであります。その時には当時柔道八段の長岡秀一という、まあ、これは三宗先生よりは10年も早くから柔道をやった人でありますが、一番の元老でした。その方から案内をされまして、そうして、上島道場に入ったわけであります。当時は今の後ろ前ではなくて、目白の駅の北側に、普通の家、一戸建ての家、そして道場といっても普通の座敷十畳間と八畳間と二つ合わせたような部屋で、普通の畳の上で、座り技から稽古が始まった。そういうことをやって、今度はそのうちに、間もなく牛込の方に若松町というところがありますが、そこに道場ができて、甲武会という道場ができました。そこで今度は稽古をやるようになりましたが、上島先生が私に、あんたは一つうちの道場に住み込んでくれないかと、うち弟子というのが4、5人おるんだが、この連中が皆まだ初心者ばかりで、道場というもの、武道というものに対する、まだまだ教育ができていない。そこであんたはもう長く柔道その他をやっておるので、この内弟子の者たちを教育をするというふうな立場で、道場に入ってもらいたいとこう言われました。そこで私は加納治五郎先生のところに参りまして、実は上島先生からこういう話がありましたが、うち弟子の中に入っていいでしょうかと、そのところが加納治五郎先生大変喜んで、向こうの先生からうちへ来いと、うち弟子になれと言われたことは、お前がだいぶ見込まれておるんだよと、昔からの通い弟子に免許なし、免許改善になった者はいないと。それはどういうわけかというと、稽古時間に来て
稽古が終われば帰ってしまう、ね、ところが内弟子というのは朝から晩まで先生のそばにおります。ですから武道の技術だけではありません。その技術の内容といいますか精神、そういうふうなもの、思想的なもの、要するに日常そばにおっていろんな話を、先生の体験話を聞かされると、これが非常に役に立つのであります。そこで加納先生が早速うち弟子になって、一生懸命やれということで、うち弟子になりました。そしてその時は、その時代は私がまだ若くて非常に元気であったために、午前中は上島道場で朝目が覚めればもう稽古があります。早朝の稽古、それからそれが終わって私はすぐ約3キロばかり離れたところにあるその無門道場という道場、そこでこの四尺二寸のこの棒杖といいますが、杖を習いに、それは1時間ばかり、それ帰ってきて今度は上島先生が毎日行かれる海軍大学、海軍大学へ先生が行くというのはどういうことかというと、合気道の体さばき、足のさばき、こういうものが海軍の軍艦を動かす、海軍が戦争するときに軍艦を動かすのに非常に参考になると、そういうことから上島先生は海軍大学に招聘されたわけであります。ですから我々はただ体さばきとしていろいろやっていますが、その体さばきの動き方、回り方というふうなものは非常にこの海軍の軍艦で船で戦う船の運び方に非常にこの教えるものがあると、そういうことから上島先生が海軍大学へ行ったわけです。私も先生の助手で一緒についていきました。そういうふうなことで、まあ上島道場では初めから内弟子を指導する内弟子頭といいますか、塾長といいますか、内弟子を全部私は任されて、そして今稽古をやる、そして午後は講道館に行きます。午後は講道館で帰ってくると夜の稽古、上島道場の夜の稽古があります。その稽古が終わってしまうと、その内弟子の中に柔道家になりたくて、来ておった者が二人ばかりありまして、それらが柔道お願いしますってこういうわけで、で私はまあその二人を稽古をつける。一人は相撲取りで非常に体の大きい男でしたが、怪我をして、相撲取りには向かないということで、まあ上島道場へ来ておったものですが、いくら体を悪くしたと言っても相撲取りですから背は高いし体はがっちりしておるし、そしてそのパッパッと出てくるのが非常にその相撲の取り組みの最初の調子、
それがもうすでにできておる。柔道家は言っていきなりこう掴みますが、相撲取りはパンパンとくる。このいきなりついてくる、これはもうこれと同じようなもんですね。相通ずるものがある。それで非常に参考にもなりましたが、それを稽古をつける。まあ1時間くらい2人を相手にやってるというふうなことで、毎日毎日あれなんですよ、6回くらいの稽古をやる。まあそういうことを続けました。まあその後あまりやりすぎて体を壊して、まあ静岡に引っ込んでしまったのですが、その間全日本柔道選手権大会というのが昭和5年に始まって、その第1回の全国から集まった人たちの中に、私は講道館の指定選手として、その中に加わった。でまあ六段の先生と一番初めぶつかって、それで小ざりのようなものを取られたが、それでまあ結局遊説負けになりましたけれども、しかしながら私はその時は三段、相手は六段です。だからまあ負けるのは当然なんですが、それでも自分としては勝つつもりでやりました。まあそういったようなことでありますが、柔道の方から合気道の方に転向して、そしてその後戦争で大陸に行って約8年間大陸におりました。その間学校の先生とか、それから今度は行政官になって、まあ、しまいには県知事さんのような仕事も何か所かやって、そして終戦で帰ってきましたが、そういうふうないろいろな経験を積んでおるということで、私はうちに来る合気道柔道を習いに来る人たちに対してもいろいろなこのアドバイスができます。いろいろな仕事をやったと、そういう経歴を持っております。そうして私の長い経験から柔道の技、それから相撲の技もちろんですが、それから合気道の技、いろいろこのいいとこを取り、まああまり感心しない技は捨てると、そういうふうな具合にして、自然にできたのが今の養成館武道であります。それで、私は長い柔道生活から武道生活で、私が今教えてきたもの、特に今日諸君がここでビデオのあれに収まった技は、これはまあ私としては天下一品のつもりであります。ですから諸君は日本一の合気道をやってるんだという自信を持って進んでもらいたいとこう思います。望月師範は道場で常々こう語っている。武道においてはまず道というものをはっきりさせなければならない。道の第一義は道路ということである。それには全ての人々を安全かつ容易に目的地に導くという意味があるのである。加納先生が始められたのは柔術ではない。先生は柔術を応用しての人格完成と合理主義を教えるためにその技を使った。つまり武術を教育に応用できる武道に高めたのである。加納先生の教えには道とは何かということについて世界の人たちが納得できるような原理がある。今日柔道イコールスポーツイコール教育という図式が出来上がってしまっている。しかし加納先生が真に目指した柔道とは勢力全用自他共栄といった弓道の精神である。
精力全用とは心身の力を最も有効に活用する合理主義ということであり、自他共栄とは争い競い合いの中でいかに共に栄えるかというその社会的展開である。望月師範は単に寄せ集めではない高度な技術体系を構築し、スポーツ化組織化によって欠落していった本来の柔道を復元した。現在ただ一人望月師範の受け継ぐ純粋武道だけが凄まじく実践的総合武道として弓道万術の研究工夫がなされている。これはまさに加納氏の歩んだ道そのままである。武道養成館は新たな局面を迎えつつある。これからの日本いや世界において必ずや大きな提言を成し得るであろう。Hey!
Kodokan Judo headquarters in 1925. A favorite of Jigoro Kano, the founder of Judo, he was sent to study under Morihei Ueshiba in 1930. Mochizuki Sensei was the first to teach Aikido abroad, traveling to France in 1951. He is the creator of a composite martial arts system, including elements of Judo, Aikido, Karate, and Iaido, known as Yoseikan Budo. He is still active, operating his dojo in Shizuoka City, near Mount Fuji. これはね、こういう具合にねじってこうやるから取れちゃうんですね。それはどういうわけかと言いますと、この5本の指で掴んでおりますね。だからその5本の指に抵抗をやっても、これは難しい。なかなかいかない。よっぽど強くればですが、取れません。ところが、この1本の指、5本の指じゃなくて1本の指をこうやって締め付けてやる。そうすると自然に取れる。 弱いところをこうやって締め付けてやると取れる。これは早くやることは、なんてやってやるのか、何かしらんけど、えらい早く相手を倒すことができる。というふうなことで、人が関心。今、手をこう掴んで、それを、こうやって、たくさんって言いながら取ってみました。だけど、あれは掴んで取れたんじゃなくてですね、これがですね、ちゃんとこうひねってこう打って取っておるわけですね。これも一つの、 弱いところに向かって当たる。ところが、これを持ってひょっとこっちへ持ってきますと、これが弱いわけですね、体が。つまり、相手は2本の足で立ってますから。これ3本の足で立ってるんだから、大変ですね。だけど、最後は2本の足で立ってる。だから、2本の足、こういうふうな方法で立ってるから、この手に持ってきたら倒れに行きますよね。だから、 私の道場の一つの特徴であります。これを捨て身技と申します。
Thank you.
Thank you.
Oi!
Thank you.
ずっとこうやってから。いや、もう少しです。もうあんまり取らなくていいから、飲み、はい、飲み、飲み、飲み